注目の一番人気10番桜千代の、これ以上ない仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。満開目指して、美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目の桜千代の、十分に勝利を狙えますよ。人気と実力を兼ね備えた菱アマゾン、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜千代の、2番4番期待通りの結果を出せるか。1番人気桜千代の先頭をかけます。2番続いて4番、それを見るように15番エアグルーヴ、4番手すぐに続いて桜千代の、その後ろ8番、そしてその外から行ったのは14番、1番並んできた9番、並びかけてきた、そしてその内から行ったのは菱アマゾン、さらに内目白ドーベ、1馬身差7番、外で13番菱アマゾン、ここから仕掛けどころだ。依然先頭は2番、続きました15番、少し後ろから4番桜千代の、この位置につけています。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。中段が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。桜千代の前を狙っているぞ。さあそこから先頭を伺うのは桜千代の、飛び込んできた桜千代の、さあこれから坂、二側の舞台はこれから坂がある。桜千代の抜け出した桜千代の、このまま押し切れるか。残り200、桜千代の足色は衰えない。桜千代のリードは2馬身、先頭は桜千代の、変わらない。やりました、桜千代の。他の馬娘たちをねじ伏せ、レースを制した桜千代の、見事に完勝。レジェンドレースを制しました。2着ティシアマゾン、3着はメジロドーベル。今日までの努力、花開きました。